な感じで追加で飾りたいですね。はい、コズの趣味部屋へようこそ。今回もね、フィギュアご紹介していきたいと思います。今回ご紹介するのはこちら、バン、はい、6個あるカプセル、はい、ここにありますね。もう見えてます、ワンピの実、はい、こちらのね最新弾が出ましたので、コンプリートしたやつをね購入しました。はい、1回500円なんでね、沼ると大変なことになるんでね、だったら最初からコンプのものっていうことで、このシリーズはねもうコンプリート済みのやつを買うことにしてます。はい、では早速ね、まあカプセルの状態動画はもういいよね。はい、フィギュア一つずつ見ていきましょう。とその前にね、一応カプセルの状態見たんですけど、なんか普通にこうフィルムで包まれてますね。前回とか普通にここら辺なんかね、テープで止まってただけだったと思うんですけど、はい、なんかやっぱあったんでしょうね、何かが。でもこういう密閉したフィルムに包む感じにしたんでしょうね。はい、ではこれめくって見ていきましょう。はい、ではね、まあ袋の状態ですけれども、まあラインナップお見せしましょう。はい、まずはねルフィ、はい、そしてサーボ、エース、ガープ、ロジャーで、レイリー、はい、こちらの6種類ですね。はい、ということでね、袋から出して組み立てた状態をね一体一体見ていきたいと思います。はい、では組み立て終わりましたんで見ていきましょう。まずルフィからこちら、はい、安定の出来ですね。うん、このワンピの実はね、小さいのにね、できんですよね。うん、造形といいね、塗装といいね、うん、小さいのによくできてるんですよ。いや、細かいね。いやー、いいわ、このルフィ。めっちゃ笑顔よ。ニカって感じ。はい、続いてはサボ、こちら、はい、サボに関してはね、あの穴がね上なのか下なのか分かんないんだよね、位置が。しかもこのポージングで合ってんのかなっていうのもあるしね。どうなんだろう。まあ角度的にはこんな感じだよな。あと鉄パイプがね、やっぱりねガチャポンに入ってるんでね、曲がっちゃってましたね。はい、一応ドライヤーで温めはしたんですがね、はい、まあ、皆さんもねグニャってなってたらドライヤーで温めましょう。はい、続いてエース、こちら、はい、エースもすごいね、歯むき出しですよ。でメラメラの実のね、能力を使って拳が炎のエフェクトに包まれてますけれど、まあでも小物とかね、ちゃんとそういうのもね細部まで再現されてるんで、うん、出来はいいですね。はい、続いてガープ、こちら、ガープもいいね、この貫禄すごいよく再現されてる、もう正義にぶっ刺さってるけどね、支柱が。ど真ん中にぶっ刺さってるけど、
ループもいい。はい、続いてロジャー、こちら。いや、いいねこのロジャーもね、漫画チックな目してるね、ほんと。いや、でも細部までよく作り込まれてるね。うん、細かいね、塗装の塗り分けもちゃんとできてます。何よりもこの顔つきがいいね。この顔はいい、表現がいいね。はい、ロジャー。ラストはレイディー、こちら。いいね、シルバーズレイディー、すげえイケオジだよ。このタラーっとね、垂れた前髪、いいね。でこのマントのここにね穴開いてんだけど、これはレイリーってこういう感じで穴開いてんだっけ。お見事に穴開いてるけど、こういう感じだったっけね。うん、まあそこまで細かく見てなかったけど、いや、いいね、これもよく再現されてますよ。はい、といった感じのね、ワンピの海第3回戦、こちら全6種ご紹介してきました。いや、やっぱね、このシリーズはね、総合的にね、全部出来がいいです。はい、これはね、集め買いがあるね、コレクション性が高い、そんなフィギュアです。まあ、結構ね、やっぱ人気もあるみたいで、ガチャガチャ入ってすぐ完売とかね、あるみたいなんで、まあ、皆さんもぜひね、たらやってみてください。はい、ということで最後はね、回転台座に並べて回転させながらお別れとなります。今日はここまで、ご視聴どうもありがとうございました。